マツコが思うテレ東の女性アナウンサー像。テレ東のさ、女子アナの採用って一番上手よね。割り切ってるもんね、もうここはキャバクラだと思って。それはない。なんかさ、隠すってさ、やっぱりさ、まだちょっとさ、中途半端に賢いやつ取ろうとか思ってさ、いやだからさ、それこそさ、大橋さんぐらいからか、だから変わったの、そうね、前はなんか鬼瓦みたいな人が多かったからって誰のこと言ってんの。それがさ、急にさ、なんかさ、キャピカピし出してさ、今となっては多分民放で一番女子アナ撮るのがうまい曲よ今。多分あれですよね、曲のカラーって出るじゃないですか、顔が似てるとか。でうちはこう、ね、案外バラバラですよね。いやいや、あの典型的に水商売の顔してる女子アナに知性なんていらないんだっていうね、顔だけ良ければいいっていう。いいのよそれで。いいんですか、ね、いいんですよ、栄養入試で入ればいいんですよ頭なんか良くなくたっていいんですよ、大学の肩書きだけあればいいんですよ、あとはキャバ嬢なんですからそうなんですよ、だからね、そういう意味では割り切ってるなって思って、あのテレ東の女子アナが一番可愛い。あ、よかった、どうも。で最近ロリね、気持ち悪いよね、あのロリ路線ほんと大変、もう大変だと死ねばいいのにと思ってんだけど気持ち悪いで、ロリ路線だったくせになんか不倫したじゃないあいつ。ロリ路線だったのにさ、ロリに限って陰乱よ本当にもうやだやだ、フジテレビなんか今みたいな女しか入ってこないもんね。あのダメか、ダメです、ダメなのね、もうダメダメです、ほんともうなんかさ、とんでもないしちゃかめちゃかな顔の女が入ってくるかな、やっぱちょっと賢さとかも求めちゃってしちゃかめっちゃかな顔ってすごい表現ですね。しちゃかめちゃかな顔よ、みんな、あんたもうすごいのがいるから、なんかホームベースみたいな女いたわ本当に怒り方でホームベースですごいね、すごいのがいたわよ、もうあんたぐらいすごかったわよ、もう本当にすごいのがいるのよ。そういう中でやっぱテレ東の女子アナは素晴らしい。